株式会社繊維の代表の石川亮さんです。よろしくお願いします。まあ、簡単にYouTube でもご本人おっしゃってたように説明しだすと2時間ぐらいかかるということなので簡単にご紹介させていただければと思うんですけど、2004年にバンキッシュをスタート、2006年109メンツ管理出店、ほどなくギャルオくんの象徴ブランドとして今でも絶大な支持を誇っています。当時109ブランドとしては初めて東京コレクションにも参加したり、近年で言いますと FR2 が2014年にスタートし世界中で大ヒット、 FR2 ゴルフ、FR2 フィッシングも展開などなど飛ぶ鳥を落としまくってる、リョウさんですが、今日のテーマが売れる着眼点を養う天才の作られ方に迫ると題してるんですけど、恥ずかしいそういうタイプが恥ずかしいですか、すいません。一つで質問が早速なんですが、リョウさんのマーケティング考え方、時代の捉え方、どんなマーケティングで数々の成功を収めてこられたのか、その感度はどうやって作られてきたのかと質問が来てます。はい、あんまりなんか意識してなくて、もうずっと常に何を見ても全部仕事とつながってる感じなんで、なんかこれと言ってこれやってとかないんですよ全然。いや本当に特別なこと、なんか天才だとか褒められるの嬉しいんですけど、全然自分ではそんなこと思ってなくて、むしろなんだろう、凡人だと思ってるから努力してるみたいな、そういう人より努力しないと、まあ、勝てないんで。109の、時の YouTube を見させていただいた時に、なんか業界に認められることは一味の価値がないと、でやっぱりお客さんが一番大切っていうような、言葉が僕の中ではすごいこう刺さって、やっぱこう自分たち美容業界も、SNS で集客したりとかが主流だったり、ホットペッパービューティーとかっていうのがポータルサイトあるんですけど、やっぱなんかいつしかやっぱこう同業者向けのなんかポジショントークだったりとかマウントだったり、なんかいつしか目的変わったりしてても気づいてないような、自分含めいると思うし、なんかでもその中でもリョウさん一貫して逆張りだったりをして、こう人と違ったことじゃないと面白くないとかいう風でやられてると思うんですけど、なんか最近だと中華街店名を作るみたいな話もなんだそれと思って初めて聞いた時はちょっとびっくりしたんですけど、なんか例えばもしリョウさんの会社で美容業界でなんかやるとしたら、なんかどんなマーケティングというか、なんか例えばその最近の YouTube でもなんか今年のテーマはロケーションだっていう形でおっしゃってて、なんか美容室ってどうしてもなんかこうお客さん待つ仕事で、現場でしか髪の毛いじったりしないできないんで、ネットで販売とかも商品じゃなければ難しいし、ってなった中で美容さんだったらどうやって他社とこう違うブランディングというか、なんか見せ方とかなんか思いつく範囲でなんかこう、全然どういう仕組みで成立してるかはちょっとわからないんで、僕の友達でネイルの会社やってる子がいて、ほとんどがその何でしたっけ、ホットペッパーが重要だっていう話を、よく聞きますよね。どういう仕組みでそれが成立してるのかわからないんですけど、僕らの業界でいくと多分楽天で物を売ってる人たちが近いかもしれないんですけど、楽天っていうそのプラットフォームの中にお客さんがいるから、その中から離れられないみたいなと一緒でしょ、多分そんな感じですよね。はい、だったら、まずホットペッパーはやらないです、僕だったら。うん、ホットペッパーをやらずに、お客さんがどうやって来てくれるかを多分考えます。うん、なんでホットペッパーみんなやってるのことを、疑わないのかがまず疑問で、しかもそれ広告打たないとね、お客さんが見てもらえないところですよね、それ。そうだったらやらないですよ。いくつかそんなサロンもこだわって聞いたことあるんです
ですけど、まあ、なかなかね、うん、もうそこに頼ってるサロンが、ね、それ広告費ってどのぐらいかかるんですか。え、栄とかって栄のエリアの方いない一番高いのでいくらですか。年間ですか。月ですよね。それだったら僕家賃にしますよ。ああ、それ分かんないけど、まあ、このエリアで何があるか分からないんですけど、まあ、例えば僕地元富士山なんで、もう富士山が見える正面が富士山の場所を探すとか、まあ、そこ行くと髪切ってる間中富士山、まあ、見れたり、まあ、写真撮れるとか、なんか違うこうお客さんにそこの席に座りたいみたいなものを考えるかな。バカバカしいですね、4,50万広告費払うと。それ家賃いいところで借りれた方が、まあ、健全だし、まあ、そういうことで本当に何だろう、お客さんから人気になった方が、うん、まあ、息が長いっていうか、うん、儲かってるのはプラットフォームだけで、うん、全くお客さんに還元されてないっていうか、うん、その 4,50 万があったらお客さんが喜べることを多分使えますね。そういうところからやるかな。自分でもし美容室やるとなったら、はい、ありがとうございます、はい、さっき言ったんだとロケーションがすごく大事で、自分が現場に行ったらすぐ気づくんですけど、うん、ちょっと1ヶ月ぐらいどっか修行します、ね、美容室ですぐ いれば分かります。 近いところからどんどんこうもう口を広めていくみたいな。あ、もう本当にそれ感じ。僕全部そうなんですけど、社員にも言うんですけど、小学校の時の隣の席の女の子をどうやって笑わせるかみたいなずっと考えてたんですよ。もう全部がその延長というか、隣の女の子を笑わせられないのにその隣無理でしょみたいな。だから目の前のお客さんがどういう、なんだろう、属性の人が多くてとか、そこからやりますかね。その人たちが喜ぶようなその友達も呼んできてくれたりとか、うん、なんかみんな同じことにとらわれちゃってるんですけど、みんなと同じことやらないと安心できないみたいなとか、大企業の子たちたまにまあ仕事で話すじゃないですか。その成果が出てるかどうかはあんまり重要に思ってないんですよ。みんな成果が出るか出ないかより、その上司が納得するかしないかだけでやってて、こういうインフルエンサーにお金払って宣伝してもらったんで OK みたいな、いやいやいや全然 OK じゃない、売れなきゃ意味ないじゃないですか、うん、だからそういう周りがやってることをやっとけばまあ大丈夫でしょみたいなのがもうそもそも間違ってて、まあ最初から言ってるんですけど、みんなと同じことは多分僕はやらないですね。やるんだったら自分 で何を認知であげるかは SNS がないところでどうやってみんなが盛り上がってるのかをもっと研究するっていうか、なんかみんな、なんだろう、特別に友達が芸能人だからとかなんかすぐ言い訳するんですよ、あいつはこうだからとかじゃなくて、僕らもあの、なんですか、僕も本当に静岡の富士山の麓から東京に行って誰も友達いなかったんですよ。学生もやってないし、いきなり20歳でとりあえず東京行こうって言ってそこから始まってるんで、なんか、なんだろう、ネットワークは、まあ、後からもう後付けで、自分がそもそもとにかく自分が頑張っていることが重要で、うん、なんかとにかくみんなこうそういう、なんですか、誰々知ってるみたいな、まあ、東京には特に多いんですけど、まあ、そのあんまり重要じゃないっていうか、うん、誰だろう知っててもお前が何なのかが重要で、ちょっと本気でやるんだったら名古屋の美容師にどっか修行に行きます1ヶ月ぐらいいたら見えてくると何が足りないかとか。あれもむちゃ、あのコンテンツむちゃくちゃ人気で、人気なんですね。ちょっとこの辺の写真が写るって、はい、忘れちゃうときあるんですよ、チンコって書くのそうするとむちゃくちゃ DM がチンコ忘れてます
ていう、なんか特に意味はないんですけど、なんかそういうこう小学生みたいな、なんだろう、まあ発想じゃないですけど、まあそういうギャップが必要だし、結局見てる人たちは楽しい方が、かっこいいものより楽しい方が好きなんで、どっちが面白いかでいつも考えてやってます。確かに昔からやりちんブランディングされてますね。そうそうそう、ファッションの人たちはみんなそういう話 しなかったとか、うん、僕らの先輩はなんかよくわかんないですけど、それがタブーみたいな、あの黙ってることが 美学みたいなのがもうずっと気持ち悪くて、まあ本当それだけです。あんまり気にしてなかったですね。本当に残ったメンバーの中でやる気ありそうなやつを、じゃあお前やれ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 みたいな、ダメだったら交代とか、もうそういう感じです。本当に基本的にはあの手挙げたやつにやらせるんですよ僕。だから企画がうわこれ失敗しそうだなっていう企画もあるじゃないですか、どう考えても。でも若い子は手を挙げて、いやこういうのやってみたいって言われたらとりあえずやれってやらせるんですよ。なんか海外のお店出店の方法はあの人ありきなんで、これ日本国内のお店も全部そうなんですけど、全部こう、あこの地域この子がいるからやってもらおうかなとか、もう単純にそれだけですね。あとは店の場所は必ず見に行くんで、ロケーション見て、あここだったりかなとか、もう本当その程度です。何かこうすごくデータ取ってここだったら勝てるなとかは一個もないかもしれない。まあ、友達がやってくれるんだったらやってみたいな、そういうレベルでやってて、まあそのお金がないとかは若い子からもよく質問されるんですけど、まあそうですね、お金がない時間がないみたいな話って、その完璧な状態って僕今でさえ多分ないと思うんですよ。でもじゃあそれ、達成するために何が必要かを考えるじゃないですか。それもう、まあ、手段を選ばないかもしれないです、人殺し以外は。はい、そういうスタンスで多分ずっとこの25年間やってるかもしれないですね。まあ、ある程度途中からもお金のこと気にしなくていい状態にはできたんで、まあ、それはラッキーだったかもしれないんですけど、まあでもそうかも。お金があって一番良かったことって何か物が欲しいとか何とかよりも、お金があればいくらでも挑戦できるんで、それはなんかお金が自由に使えるのって一番良かったことかもしれないですね。いや本当に何も考えてないかもしれないです。はい、なんかないかも、そういうビジョンみたいな、その自分が将来こうなりたいみたいなのは本当にないかもしれないです。なんか自分たちが作ってるものの目標は、例えば FR2 をじゃあ分からない、あと100店舗世界中に出すぞとか、そういうこう、自分たちのプロダクトをどうするかはいろいろアイデアがあるんですけど、将来自分がどうなりたいみたいなものは本当にないかもしれないですね。お客さんのことを一番に考えてないと、まあ、結局会社がダメになったら従業員も守れないんで、やっぱりお客さんを喜ばせ続けることが、まあ、イコールになっていくわけじゃないですか。お客さんがどっちの方がおもろいかなとか、まあ、それをやり続けることによって結果みんなも守れるし、まあ、会社も大きくなっていったのと、なんかまあそうですね、まあ、FR2 の場合はもともとその、ファッション業界がずっと欧米主義で、僕らの先輩も特にそうで90年代の人たちとかも、まあ、その前の人たちも、もうみんな欧米主義ですよね。80年代はみんなアメリカに憧れてて、アメリカのものを持って日本で売っていた時代で、90年代の人たちは、自分たちのブランドと
欧米の人たちと一緒にものづくりをするようなタイミングで、僕らは2000年以降なんですけど、いや、いよいよ自分たちが外に出るぞみたいな、うん、で特に欧米に憧れてるだけじゃなくて、まあ、やっぱりもうこれからアジアの時代だから、アジア、東南アジアでの代表になれるようなものをやりたいと思ってファルツを作ったんですけど、最初はこう親日の国から始めて、欧米は無視して台湾とか香港とか、マレーシアとかシンガポールとか日本が好きな国からやっていって、まあ、その小さなうねりがだんだん大きくなっていって、今世界中にこう展開できるようになったんですけど、なんか FR2 は、まあ、その欧米主義のファッション業界の中で、いや、なんかアジアから久しぶりに面白いやつ出てきたっていうのを、もう一人でも多くの外国人に言わせたいみたいな目標ですかね、はい、でもそれはね、どこがゴールかとかはないわけじゃないですか。だから、まあ、それをとにかく死ぬまでやり続けるみたいな感じですかね。やっぱり役割があるんで、そのみんなができないことを、まあ、自分がやるんだっていう意識があるんで、その人としては欠落してるところは多いかもしれないけど、でもそれ以上にみんなができないことを、まあ、やってきた、まあ、自負があるというか、まあでもあんまり気にしてないですよね。だから自分がどうなりたいかじゃないんで、自分たちのプロダクトをどうしていくかだから、まあそうですね、あんまりなんだろう、うん、俺がどうかとかはあんまり気にしてないかもしれない。なんかその社員がどうこうとかだからじゃなくて、社会でまあ何が求められてるか、絶対これどっか行き詰まるなとか、その肌感で感じるんですか。でいつも自分たちの何か作る時も、自分だったらどうかっていうよりは、自分がもし外国人だったらどうかなとか、そういう感じでスタンスでこう決めていくんですね。で、この間あ、そうだ、これちょっと持って参考で持ってきたんですけど、富士山にカーテンをかけるみたいなニュースがあって、もう本当に俺バカバカしくて、ローソンの後ろに富士山があって、そこの写真を、外国人が押し寄せてものすごく迷惑になってるみたいなニュースがあったと思うんですけど、あんなもったいないことなくて、それを排除するためにカーテンをかけるみたいな、どれだけ、行政もインバウンド集客するか、むちゃくちゃ税金使ってやってるのに、あれは自然発生的に生まれた観光地ですよね。で、あれこそもう税金を一気に使って、あの周りに、わかんない、バスが止まりやすい駐車場作っちゃうとか、目の前の歯医者さんが困ってるって言うんだったら、もうそこもありえない金額でもう買い取って、そこも、商業施設に変えるとかで、僕はツイッターで書いたらむちゃくちゃアンチ来たんですよ。で、1100万インプレッションぐらいいって、結構炎上に近いぐらいのことになったんですけど、なんかやっぱみんな想像力が全くなくて、僕らだったらそんなにお客さんが集まってる場所にちょっとだけ場所貸してくれたら1ヶ月で店作れるんですよね。でもそういう発想は多分ほとんどの人はない。じゃあお前それどうやってお金回収するんだとか、もう本当に想像力がないんで、もう短絡的にされてくるんですけど、なんでそういうチャンスをまあ生かせないだろうと、そのすぐその人たちはかわいそうだから、そこに来る外国人排除しろみたいな。でも僕はそれやっぱおかしいなと思ったんで、ああいう発言をして、まあ、なったんですけど、それをそのまま皮肉って商品にして、 T シャツの背中にあの生地をこうやって貼って、フロントにはあの、
真実はいつもカーテンの向こうにあるってプリントが英語でされてるんですけど、これ四隅があのステッチで縫われていて、これステッチ剥がすとここに富士山の写真が出てくるんですよ。でこういうでこれをあの皮肉ですぐ作って、で、まあ、売り上げを、まあ、その川口校長に寄付しますと。なんかそういうこうなんだ風刺じゃないんですけど、FRTはそういうことを大切にしてきて、ずっとそういうあの活動をしてるんですけど、原宿 の、 あの本店もオープン初日にスケーターにぶっ壊されたんですね。オープン初日の夜に、で入り口をもうぐっちゃぐちゃにされて、で次の日にあのお店から連絡来て、マジかよと、昨日やっとオープンしたのに、もうとにかくさあの柵を立ててスケーターが来れないようにしようって最初指示したんですよ、うん、でも1時間ぐらい考えて、いやちょっと待ってよと、まあ、どうせ直すのにお金かかるんだったら電話して担当に、いややっぱり柵を立てるんじゃなくてあのスケーターが遊びやすいようにレールつけろみたいなでレールをつけてお店直したんですよ。そしたら翌日からスケーターの子たちが夜多分遊びに来て、で動画をみんなが撮るようになったりとか、アメリカからなんか有名なスケートチームが勝手に来て FR2 の前で動画撮ってくれたりとかして、それを見たスケーターが今度店に買い物来るわけじゃないですか。だからこのここの何迷惑だとされてる外国人も同じ状況ですよね。なんか昨日の敵は今日の友じゃないけど、なんかうまくこう発想だけでみんなを巻き込んでいけるようなことは何なのか、まあ、日本人がやらない発想は何なのかとか、まあ、そういうことをいつも考えてやってます。まあとにかくまあいろいろやらせることですかね。まあ選択肢を与えて、まあ、その中で興味持ったものをやらせるみたいな、まあ、それはもう社員もそうなんですけど、まあ、いろいろ見せてあげて、まあ、興味持ったものを特に集中してやってもらうとか手を挙げた人たちにどんどん優先してやらせるとか、そのぐらいかな。なんか僕はたまたまいろんなことをチャレンジして失敗もたくさんあったんで、その分成功体験が得れたんですけど、多分ほとんどの人たちは、まあ、この富士山の時みたいにもういきなり拒絶しちゃうじゃないですか。いやそれは無理とか嫌だとか、この嫌いな食べ物を食べたくないとか、なんかそうじゃなくて、やっぱりもう小さいことでいいんで成功体験をさせてあげるのが大事かなと思います。まあ、当たり前のことなんだけど、やっぱ自分ごとでちゃんと仕事ができてて、わあ、なんだろう、なんか、なんですかね。でもそんななんか、なんでしたっけ、ワーク・ライフ・バランスみたいな、そんなこと言うやつ一人もいないです。24時間いつでもやるぞみたいな、そういう人が多いかもしれない。みんな仕事が好きです、すごい、自分の仕事に誇りを持ってるし、ぐらいかな。世間一般でみんなが言ってるようなことは誰も言わないです。いや難しいよね、難しいよねっていうのは、僕らあの新卒一切取らないんですね、はい、あのもう一切取らなくて、なんかこうそれなぜかっていうと、あの滑り止めで来るようなやついらねえって言ってるんですよ、はい、なんかこううちで働きたいって子たちを取れって言ってて、だからあの新卒の説明会とかも一回もやったことなくて、あ昔やったことあるのかな、俺じゃないけど、でもそれをやっぱ貫くには強烈なコンテンツを自分たちが持ち続けなきゃいけないし、まあ、それを作っていかなきゃいけないじゃない。
ないですか。強烈な個性でむちゃくちゃ人気になることを優先してたら、まあ、あとは別にそんな気にしなくていいっていうか、なんかそれをひっくるめて社員のことなんか考えてないっていうんですよ、いつも。自分たちのコンテンツが強くなれば働いてくれてる子たちも守れるし、まあ、結果それでそのルールでみんな働いてくれるけど、自分たちがブレていくと働いてる子たちも疑問を持ったり、なんか余計なことしたりするわけじゃないですか。だから社員に優しくするよりも自分たちのコンテンツを磨くことを優先した方がいいと思う。これはもう僕ずっと言ってるんですけど、まあ、一番そのビジネスでやっぱ一番重要なのって、環境が常に変わっていくじゃないですか。それにやっぱり対応していかなきゃいけなくて、なんかその今ロケーションがすごく大事だっていうのは今そのターンだと思ってるんですよ、僕が。ずっと2004年に、バンキッシュっていうブランドを始めた時はオンラインで洋服買ってる人ほとんどいなかったんですよ。でまだスマホもなくてガラケーだけで、ガラケーのこのちっちゃい画面で服は絶対買わないってみんな言ってた、言い切ってたんです。ファッション業界の人はもうほぼ反対してた。試着もできないし生地もわからない、どうやって売るの洋服みたいな。だけど僕は横でギャルがこのスマホの、あ、スマホじゃない、ガラケーのちっちゃい画面で洋服買ってるの見てたんで、絶対こっちが来ると、で始めたんですよ。でお店を出す前にこの、ガラケーのちっちゃい画面で洋服売り始めて、それが当たってドカーンっていったんですね。でそれが2004年なんですけど、そこから20年経って今もう日常じゃないですか、このスマホで物を買うのが。だからこそオンラインやめたんですよ僕ら。 FR2 って黄色のメインのところはオンラインでちょっと売ってるんですけど、それ以外のその観光地に出店してるお店は一切オンラインやってないんですね。でそれなぜかっていうと、日常、そのオンラインで物を買うことが日常になってしまって、いつからか地方のお土産屋さんってもう意味がなくなっちゃったじゃないですか。昔は本当に分かんない、名古屋に来たらなんかがあるかもしれないですけど、それを買って帰、みんなのために買って帰ってお土産だよってやってたんだけど、今はもう別に買って帰らなくても東京帰ってからアマゾンでいくらでも買えるし、名古屋のお菓子も。だから本当のお土産がなくなっちゃったなと思ったんですよ。だから FR2 はオンラインをやめて、そこから売り上げが爆増して、でもそれができたのは環境が変わった。だから、今はオンラインで売ることではなくて、ロケーションにこだわった方がそのお客さんの感動がそっちの方が大きい。もうもはや別にスマホで洋服買って明日服が届いてもうわーってなる人ほとんどいないと思うんですよ。やったみたいな。2004年はそれが珍しかったんで、ガラケーで買って家に商品が届いたのみんな喜んでたんですよ。でも今多分服を ZOZO タウンで買おうがなんだろうが誰も喜んでないですよね。まあ欲しいもの買えたらあるかもしれないですけど、だから今はオンラインではなくてロケーション重視にして、その奈良だったら例えばお寺の中に自分のお店があったらむちゃくちゃ来ると思うんですよ。わざわざ時間をかけて。それはなぜかっていうと、もうそのお寺の中にある美容室に行く出発の朝がからがもう冒険になってるからですよね。だそこからが、まあ、お金、彼女と一緒に途中でじゃあお弁当買ったり、その多分オンラインにないことの方が今多分新しくなってる。オンラインが20年続いたんで、うん、でもしかしたらこれもまたじゃあ10年続いたら違うことに変わるかもしれない。でもそれを常に、なんていうの、感じられるように自分も移動したりいろんなもの使ってみたり、お客さんの反応見たり、そういうのがすごく大事なんだと思います。うん、しばらく多分オフラインの方が跳ねる可能性が高いと思います。50カ国以上多分今まで行ったんですけど、
結局日本の水回りが一番いいです、お風呂とトイレと。だから結局まあ住むんだったら日本がいいかなみたいな、どこでも住めるんですけど、なんかビジネスが関係なかったらあのヨーロッパが一番好きですかね、ビジネスとして考えたらあの欧米は本当に可能性ないアジアになるんだけど、ビジネス関係ないでどこでも住んでいいよって言われたらヨーロッパに住みます。ビジネスだったらもうアジアしかないです、もうアジア、東南アジアしか可能性ない。インドネシアとか、インドネシア人口が今世界4位になったんで、インド、中国、アメリカの次はもうインドネシアで、だからビジネスだけだったらそういうこう伸びていく国でやります。なんか比較することないと思ってて、ちょうど今日ランチじゃない朝そういう話になったんですけど、お店にあのオリーブに来てくれた男の子たちがいて、昨日、一昨日、先週か、25歳で、で一人の子が、彼女も25歳なんだけど、その彼自体は普通のサラリーマンで、彼女は同じ25歳で、彼女は独立して仕事やってます。で彼女の元彼が50歳で、なんかの社長さんらしくて、50歳で、この元彼から仕事をもらって彼女は成立してるらしいですね。なるほど。でその彼が要はその常にこの元彼の影をコンプレックスになって、いやその元彼がすごいからその自分も独立しなきゃいけないとか、なんかこう常にその彼を意識して生活してるらしくて、それもクソだせえなって言ったんですよ。いやいや今はお前が彼氏だし同棲もしてるみたいで、その50歳の彼を意識しても慣れないじゃないですか、その人には慣れないし、今はお前と付き合ってるんだからその自分にしかできない価値をね、あの見つけて頑張るだけでいいんだよと、だから自分がいいと思う運営方法でやったらいいと思います、突拍子もないことを考えてても学生と一緒になっちゃうじゃないですか。なんか俺はビッグになるって昔よくみんな言ってた気がするんですけど、そもそもビッグってなんだよみたいな。だからそういうこうなんて言ったらいいんですかね、いきなり月に行くぞみたいなのは前澤さんはできるかもしれないけど、僕は全然そういう、なんだろう、アイデア出ないっていうか、なんか自分がこうやって頑張ったらできるかもなとかっていうことを自然に計算して考えてるのかもしれないです、まああとやるぞって言ってたらだんだんなんかそういうことができるような人が、寄ってきたり、積み重ねでそうですね、なんかこう先にネットワーク作りたい人いっぱいいるじゃないですか、誰々とつながりたいとか。僕もう全く意味ないと思ってて、やっぱこういうレベルの人に会いたいのに自分がここだったらもう相手には何もメリットはないんですよね。だから自分が先に頑張ってたらこの人たちは勝手に寄ってくるみたいな感じですかね、今までの人生を考えると。自分からなんか誰かに会いたいとか言ったこと言ったらないかも、いつの間にか繋がっていくみたいな。ちょうど29歳の時にバンキッシュっていうのを始めて、それは渋谷のが舞台だったんで、109とかが。で109って特殊で毎日全店舗の全ブランドの売り上げが分かるんですよ。全ブランドの全フロアの売り上げが分かって、でとりあえず渋谷で一番になるぞっていうのが分かるじゃないですか、目標で。だからそればっかりやってましたね、とにかく、30歳ぐらいの時って。
なんか何か目標にしてそれが達成したらっていうよりも、もう達成が見えてる時点でもう目標がまた変わるじゃないですか。もうこれで来るなと思ってるから、もうそれの繰り返しかもしれないです。なんかこう一個の目標がもうクリアできるなっていうところまで来ると、もう違う目標が見えてて、これもいけそうになるともう違う目標が見えてみたいな、なんかやりながら全部やってます。今回ちょっと初めてこういった感じでさせてもらったんですけど、めっちゃ近い距離でみんなで話せてめっちゃいい回だなって一人で思ってたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか俺もここ座ってみんなとめっちゃ近いなと思いました。全然大丈夫です。最初そっちにあったんです。あ、そうですか。はい。でもちょっとね、もうちょっと上からでしょ。はい、これです。ありがとうございます。全然。嬉しいです。はい、もうないですね。まあ、こんな感じで今日は、このセミナー終わらせていただきたいと思います。鹿さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。